割と、えー、このビデオを撮影してるのは9月3日なんですけれども、 まあ今日は、えっと、久しぶりの自宅仕事日ということで、え、まあ自宅仕事日って要するに、まあ例えば会議とかね、そういった、え、必ず大学に行かないといけないような案件がなくて、まあ家にいて仕事したんですけども、またその家にいたんだけれども、なんて言うんでしょう、例えば、えっと、自分自身のえ授業の動画の録画で、録画っていうか撮影、撮影っていうか録画かな録画であるとか、あとは、えっと、授業ではないんだけれども、 まあ、いわゆる大学の仕事、公務って言ったりしますけれども、公務で、ん、まあ動画みたいなの撮影したりして、結局今日はもう一日中、こうカメラというかパソコンの前にいた感じですね。まあそんな日々だったんですけれども、昨日6、えー、9月2日っていうのは、まあ例によって会議がありまして、朝からいくつか3つだったかな、会議ありまして大学に行ったんですよね。で、まあその会議があって、夕方、 さらにちょっとした、ちょっとした打ち合わせ、ちょっとしたっていうか、まあ、ある打ち合わせがありまして、これは、あのー、まあ、秋学期、えー、今年の秋学期も残念ながらオンライン授業になってしまったわけですけれども、えっ、ー、と、それの中でね、それに向けてね、いくつかこう、考えないといけない。 課題があってね、検討しないといけない課題があって、まあ、それについて、えー、複数の部下室の皆さんが集まって話し合いをするっていうような、まあミーティングというか会議があったんですよ。全部で8人だったかな僕入れて8人ぐらいの人が参加した会議があったんですけれども、その中には、えっ、ー、と、孤立だったっけ ?9 月の 18公開したであろう、公開したであろう、まあ今から先の話なんで未来系なんでわかんないですけど、まあ9月18日に公開したであろう、プロの相棒というえー動画でえー触れたえー A さん B さんという人ね、がいるんですけれども、まあその A さん B さんが、やっぱりこの、やっぱりとか A さん B さんがこの、その9月2日、昨日の、え、ー 夕方の会議にもいてね,でねやっぱり、あの、揉めてたんですよ。やっぱり、こう、喧嘩とまで言わないけれども、それぞれの、それぞれの部下室という違う部署に所属しているので、ね、それぞれちょっと、ちょっと、こう、なんていうか、考え方が違ったりして、考え方というか、それぞれの立場が違ったりしたせいで、違っているせいでね、まあ、ちょっと、こう、まぁ、あ、意見の対立みたいなのがあって、まあ、これが、どうなるかなと思ってたんですけれども、昨日の場合には、この、 平行線でいくというよりは、まあ、だん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 その点が狭まっていて、最終的に一つの点になったので、まあ、その8人が、まあ、会議に出て8人が目指していたことはやっぱり一つなんですよね。いかに、は、えー、今年の秋学期に、まあ、学生にとっても教員の皆さんに、学生の皆さんにとっても教員にとっても、こう、なんて言うんでしょう。まあ、いい学期、 っていうのかないい授業期間になるようにね、春学期に比べて少しでも改善できる点があれば改善するっていうことをね、まあ目指してるっていう点で、まあ目標というか向いてる方向同じわけですよ。 で、まあ、それをどうするかっていうことで、その、それを実現するにはどうするかということを話し合ったんですけども、その中に出てたね、まあえー、ある部署の H さんという人について今日ちょっとお話したいと思います。もうすでに何分、3分経ってもうたな。まあ、い,いや、えっ、ー、と、これまでの雑談動画の中で、えー、イニシャルが H さんという人について、5、6人、5人だっけ話してきましたけれども、 今日これからお話しする H さんというのは今までに出てきていない新しいキャラクターなんです。ただし、このえと9月18日に公開したであろうプロの相棒に出てくる A さん B さんとの関係があるので、今日初めて紹介する H さんが、 えー、どの部下室、どの部署の人であるかっていうことはちょっとは、あのー、触れないでおきますね。だから、あの所属はちょっとノーコメントで、えー、イニシャルだけ、お名前だけ h さんということにしておきます。これから喋る内容からすると、もしかすると、えー、これが誰のことを話してるのかっていうことが分かっちゃう人いると思います。特に内部関係者の皆さんはね、分かっちゃう人いるかもしれませんけれども、ごめん、言わごめんなさい、言わないでくださいね。 ええとですね、今日お話しする H さんというのは、まあ、僕の中では H さんというよりは H ちゃんって呼んでいます。この方は、今までの雑談動画の論理で言うと、論理だから理論だからよくわかんなくなってたら、まあ、どっちでもいいや。で、理屈で、理屈でしょ。理屈で言うと、この人はね、 多分兄さんだと思うんですよ。正確なこの方の入校年度、就職した年度を知らないので分かりません。おそらく年齢的には僕よりも下じゃないかと思いますけれども、僕より前にうちの大学で働き始めてるんじゃないかと思うので、まあこの方は多分今までの理屈で言うとこの方は僕からすると兄さんという方になるんじゃないかなと思います。ちょっと調べながら喋ろうかな。 で、まあ、とにかく僕はこの方のことを直接ご本人の前では、H ちちゃんとは言わないんですけれども、まあ、この人について他の人と誰か喋、誰かと喋ってる時にこの人を話題にするときには、H ちちゃんっていう言い方をまあ、してるんですよね。なんとなくこう、僕の周りにいる人たちがそういう呼び方をしていて、なんかそういう呼び方をね、なんかね、なんか知らんけどしたくなるんですね。あ、出てきたさ、どうでしょうか。 ああ、まあ、入校年度で言うと僕より前ですね。はあ、ははあ、ああ、下の名前こうやって読むの初めて知りましたね。ま、あいえい、とにかく、あのー、まあ、この方は僕よりも入校年度は前なので、就職して働き始めたのは僕より前なので、この方は兄さんということになりますが、まあ、世代で言うと僕より下なんですけれどもね、まあ、とにかくそういう、まあ、H ちゃんという人がいてですね、この人がね、 何、うん、て言うんだろう。まあ、熱い人、まあ、あの、僕今まで紹介してる人って基本みんな熱い人だと思うんですけれどもね。この人はね、またちょっと違う意味で熱い人なんですけれども、この人からね、時々こう、いろんなことを聞かれたりするんですよ。質問されたりとか、いろんなこう、 こうしたらどうですかみたいな提案をされたりするんですけれども、その意見であるとか質問であるとかにね、ちゃんと答えられないとダメなんじゃないかっていうくらいの、こう、的をいたね、直球を投げてくる人なんですよ。 で、えっ、ー、と、まあ、僕は東島とか西島という教室を建てるときに少し関係したということを言いましたけれども、西島ができた後にね、その後に西島以降にキャンパスをどうやって作り上げていくか、作り上げていくとか、あるいはそのキャンパスをどうやって えー、生かしていくかみたいなことを話し合う会議みたいなのがありまして、職員の皆さんが50人ぐらいと、学長、副学長と先生、教員が何人かいたんですけれども、なぜかね、そこで僕が司会をして、まあ意見交換をする場があったんです。 で、なぜか知らないけれども、忘れちゃったけれども、学長からも質問されてね、僕が大学の立場を答えるという意味不明な状況とかが生まれたりしたんですけれども、まあそれはともかく、まあそれはその後で、学長、副学長のお話でね、こうしたらいいこうしましょうかみたいなことを話し合ったので、まあそれはいいんですけども、その場でもね、この H ちゃんという人からね、直球を投げ込まれたんですよ。 で、僕自身には、その大学として予算をどう使うかとか、人事をどうするかみたいなことを決める権限はないのでね、ちょっとこう、ぼかした答えしかできなかったんですけれども、その時僕は、えっと、支援センターの副所長だったんですよね。 だから今、所長になったので、その時受けた質問っていうのは、実は今でも僕はこの心の中に、こう胸の中に刻まれていて、頭の中に刻まれていて、刻まれていて、しかもかなり深く刺さってるんですけれども、その質問に対する答えをね、僕は用意しないといけないなと思ってるんですよね。すごく、た、僕は正しいと思っています。 その、エイちゃんが知ってくれた質問ってのは正しいと思いますし、意見っていうコメントは正しいと思っているのでね。それに対して大学がどう対応するかということはね、考えていかないといけないしね。それをね、僕個人的にはまだまだ。 もうちょっとこう足りてない部分があるんじゃないか。その対応っていうか、その質問していただいて、そしてコメントしていただいた内容に対するね、コメントがね、コメントちゃうわ。えー、対応というか、大学としての対応ね、まあできてないんじゃないかと思うんでね、それをやっていかないといけないなって思っていてね。で、ついこの間だから9月2日ですかね、えー、話したりもしたのでね、またそれを思い出しちゃったっていうことですね。うん、だからこの人から言われることについて、 こう、逃げちゃいけないっていうのは変な言い方だけれどもね、ちゃんと受け止めていかないといけないかなっていう話ですね。ちゃんと受け止めるっていう話で言うと、プロレスで言うと天竜現一郎ですけど、まあどうでもいいや。と思った日です。ほんじゃまた。